おしっこ、はい、これ、これ、付け替えて体重がこれで、おしっこの量は正常です。比重も正常です。背中に引っ掛けですか？両方、両方、両方にダブルで引っ掛けてると、で、pH が 6.5 ちょっと低いです、はい、タンパクは1プラスまでが正常です。だからまあプラスまで正常です。ブドウ糖、ケトン、ビリルビン、鮮血反応出てません、はい、鮮血反応は出血でも出るし、赤血怖いでも出るんですけど、まあないですね。顕微鏡で見るのも白血球、赤血球出てなくて、細胞成分もまあ正常範囲、これ400倍で20分の1で正常だから正常です、はい。多いと、例えば5試合に1個とか出たら多いですけどね、はい、結晶成分、細菌成分、細胞成分が出てないから、おしっこは pH だけね、はい、でこれが6になっちゃうと、はい、結晶ができやすくなる、カルシウムみたいな、はい、まあ、6.5 だったら大丈夫ですね、はい、でも、はい、さあ、じゃあこっち連れてきて、はい。